さあ、こんにちは。松田さとしです。今回ですね、改めまして、YouTube 上に松田さとし公式チャンネル、新たに誕生することになりました。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、僕のことをね、ご存知の方もご存知でないという方も、見てらっしゃると思いますんで、まずは簡単な自己紹介からさせていただきます。僕、松田さとしは、1978年12月16日に大阪の平野区というところに生まれまして、そして、19歳かな、東京に出てきて、もう今で23年、4年、だからもう東京の方が生活は長くなるんですけれども、普段はね、大阪弁で話すこういう、普通のお兄ちゃんな感じになってます。はい。本当にね、俳優になった当初に普段の言葉を大阪弁にしようか、東京弁にしようかとかね、標準語とかっていろいろ考えたんですけれども、最終的に僕が出した答えっていうのは、今標準語で話してますけれども、普段は大阪弁で話して、で、仕事の時は標準語に変わるというね、この使い分けをしていくという道を選びました。なので、俳優としては標準語で活動していて、そして普段は大阪弁のお兄ちゃんというのが、僕の、ヒューマンな部分というか、フォーマットですね。本当に僕のことをね、本当に知ってるという方は、仮面ライダー龍騎のあの人だよねっていう感じかもしれないですけれども、僕のことを全く知らない方とかね、全然別の作品で僕のことを知ってくださって、今このチャンネルを見てくださってる方には、そういう仕事もしてたんだっていう感じかもしれないですが、僕はね、なんといっても僕のキャリアから、これを、紹介しないわけにはいかないだろうっていうのが、仮面ライダー龍騎です。で、2022年、今年は、なんと仮面ライダー龍騎の20周年ということで、僕はね、この20周年に合わせて、もう本当に僕のことを応援してくださってる皆さんに、お礼を言うためだけに全国を回らせていただくとかね、いろんな活動させていただいているんですが、その中の一つがこちら、仮面ライダーのなり方というね、これは昨年僕が書き上げました自叙伝小説です。8歳の僕が子供の時についた一つの嘘にもう本当に苦しめられて、そこから大人になり、そして高校大学と入って、仮面ライダー龍騎のオーディションで仮面ライダーナイトという僕の第一志望だった役を勝ち取って、撮影初日に至るまでの物語となっています。物語というか自叙伝なので、ドキュメントですよね。それを小説調に書いているので、一応自叙伝小説というジャンルにはなるんですが、こちら仮面ライダーのなり方ですね。で、これと合わせてちょっと1巻がなかったので2巻でご紹介しますけれども、こちら仮面の騎士という、こちらはね、仮面ライダー龍騎20周年に合わせて、僕が40歳を超えたら僕は小説家になろうということをずっとね目標にしてきたんですけれども、40歳も超えたし、小説を書こうと思って、ただそのね、どんな内容のものを書こうかなというのはいくつもねプロットを実は作ってたんですが、せっかく仮面ライダー龍騎20周年の今年なので、特撮小説っていうね、ジャンルを書くことにさせていただきました。なので、仮面の騎士というタイトルで、ある日、部屋の出窓に現れた少女と一緒に、記憶喪失の男が旅をしていく、アクションバトル、ノスタルジックアクションバトル、ライトノベル。特撮系ライトノベルって呼べばいいんですかね。書かせていただいております。こちらもね、まだ今全然途中で、どれぐらいだろうな。4分の1、5分の1ぐらいかなっていう感じのね、進み具合なんですが、連載しながら、そして全国のね、皆さんに同人即売会の会場、もう本当に30スペースぐらいのこじんまりしたところから、夏コミ、冬コミみたいなね、特大なものまで、もういろんな全国各地でね、毎週のようにどこかでは同人即売会というのが行われていまして、で、そのどこかに行けば、僕はね、必ず告知をしてお伺いするんですけれども、その時に、僕のことを仮面ライダーとか知ってくださったとか、松田くん来るんだったら一回会いに行こうかなという方が、来てくださって、そして、その方にいつも応援してくださってありがとうございますというご挨拶をねしに今全国を回ってると、その時にこの本を携えて一応ね行かせていただいてると、手ぶらではねさすが同人即売会入れないので、僕はスペースを出す側、サークル側として参加させていただくことで皆さんの前に立たせていただいております。それが今ね2022年のメインの活動と言ってもいいぐらいそちらに時間を割いている中で、いつものね俳優の仕事もやらせていただきつつ、そして今まさに、今この撮っているまさに今日が舞台の本番なんですけれども、僕が書きました、カフェドコンゴという原作をもとに劇団ノーティーボーイズさんに脚色脚本書いていただいたカフェドコンゴというね作品の舞台を実は中野坂上ハーモニースクエアというところでお送りしておりまして、なので俳優としての基盤はそのままに今新たな活動を次々に増やしている最中でございます。目の前にいるんでちょっと紹介しましょうか。僕が演じた、ライターはこいつですね。かっこいいんですよ。もう本当にね大好きです。はい。
で、このスタジオ、今ね、これ自宅スタジオなんですけれども、このスタジオなんかいろんなものがあるなっていうふうに思ってもらえると思うんですが、僕の好きなもので、覆い尽くされております。はい。で、このスタジオではね、実は、まあ、冒頭で僕ね、松田聡公式チャンネルが新たにというふうに、ご紹介させていただきましたけれども、どういうことかと言いますと、実は僕はすでに YouTube チャンネル2つやっております。で、1つは松田聡のアートな夜でね、僕の趣味、の1つである絵を描くこと。その絵を描くことを、まあ、ひたすら、静かに絵を描いているだけのチャンネル、松田聡のアートな夜というのが一つ。もう一つが、松田聡釣りチャンネルというね、フィッシングライドというチャンネルなんですけれども、それが二つ目。ただただ釣りをする、今カメラがね、暴れておりますけれども。はい。ただただ釣りをする、チャンネルなんですが、まあ、そのチャンネル二つは、この松田聡公式チャンネル発足と同時に、なくしてしまうということはもちろんね、できるんですが、そうではなくて、一応ね、せっかく作って運営しているものなので、サブチャンネルという形で残していこうかなというふうに思います。で、お互いのチャンネルを行き来してというか、例えば、この松田聡公式チャンネルで、僕が今後やりたいことの一つとしては、僕のね、大好きな趣味の一つであるバスフィッシングの、まあ、それで使えるようなルアーをね、実際作ってみたりとか、そういうこともね、してみたいなというふうに思うんですけれども、その作ったルアーを、じゃあ、どこで試すかっていうとね、まあ、釣り場で当然試していくわけなんですが、その時にフィッシングライドと、こう、コラボみたいなね、形ができたりとか、いろいろできるんじゃないかなということで、アートの夜とフィッシングライドというチャンネルは、一応ね、便宜上残しておこうというふうに思っています。とはいえ皆さんね、もうそのアートの夜もフィッシングライドもご存知の方はもう知ってると思うんですけども、今年僕はもう忙しすぎて、YouTube の更新を全くできていない状態です。なので、どうしてその状態でこの新しいチャンネルを、始めるのというところをすごく気になると思うので、まずは、その説明からさせていただきます。今年ですね、僕はまあ、ベースとなる俳優の活動に加えて、その全国の皆さんに、今年は皆さんに会いに行く一年にというスローガンのもとに、皆さんにね、会いに行くということをさせていただいているんですが、その活動を加えますと、どうしてもね、釣りにも行けないし、絵を描く時間もなかなか取れないっていう状況になり、そして、まあ、絵はね、なんとか描いて展覧会に出させていただいたりとかね、実はしてますけれども、一番のネックは何かと言いますと、編集ができない。動画を撮ったとしても編集ができないっていうのがあるので、生配信は、例えばオンラインサロン限定で、オンラインサロンは生配信アプリがあるので、生配信をして書き上げたりとかっていう形はできたんですけど、いわゆる YouTube でっていうことになると、ライブ配信で何時間もっていうと、やっぱりね、チャンネルみんな誰も見なくなっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、まあ本当に狭き範囲で、そのオンラインサロンで生配信をさせていただいてたんですけど、今年は本当にね、編集する時間が取れないというネックがあったので、YouTube 配信実は滞っています。で、その中で新たなチャンネルを作るということは、まあどういうことかって言いますと、編集していただくチームを組んだり、撮影していただくチームを組んだり、そういった上で全く新たなスタートとして YouTube チャンネルを始めるんだということをね、皆さんにぜひ知っておいてほしいなというふうに思っております。まあ、このような感じで、松田聡公式チャンネル、まあ、新生ですよね。新松田聡公式チャンネルという形でね、これから始まりますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。